入れよ、入れてから。ごめんね、ごめんごめんごめん、そんなにパニックになる。ごめんね。はい、はい、結構してる。そうですね。 OK、 まあ時間が短いから落ち込んでよかったんですね。はい、ちょっとごめんなさい。いえいえ、じゃあこれで続き書いてきてください。はい、わかりました。ちょっとどっかになくして、あ、それとこれね、これ明日の分。はい、で、ステロイドは今日打ちました。あ、はい。で、明日昨日打ったんだけど、今日打って明日なしにしたいんで。はい。で、まあ明日はちょっとお休みして。で、明日休むと今度多分水曜日の休みになりますよね。月水金と取れるんじゃなかったかな。1、3、5、じゃない、今日が1だから、そう、1、3、5、明日火曜日、明日月曜日、そう、だから、あ、1、3、5じゃないよ、明日休んで、うん、そう、水曜日来てください。だから10時に水曜日ね。あ、今日って月曜日、違う、今日日曜日だから火曜日だ、火曜日だ、ごめんなさい。で、薬が水曜日に多分来ないと切れるから。あ、じゃあ火曜日にご用意するんですね。お願いします。はい、で、下痢の薬ってまだ飲ました方がいいです。ね、そうだね、一回止めようか。うん、うん、じゃあ今度下痢の薬なしでいきます。今ある分だけは飲ました方がいいです。はい、ある分だけは飲ませてください。はい、わかりました。うん、ちょっと待ってください、私間違えた、今日追加したもんね。で、今度が5月、1、3、5になってる気がする。で、1、3、5と来るような気がしたけど、違ったかな。そうですね、今日追加したもんね。うん、だから3、5だよね。うん、で、3が、火曜日だよね。そう、水曜日は外してもらおうと思ったんだよね。で、木曜日。時間的には今日ぐらいでいいですか？はい、午前中だけですね、この。そうですね。だから3だから、何時だ？はい、10時半で。10時半。はい。はい。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。私が言ってて、でまかなくなっちゃって、ごめんなさい。いやいや、もう、私もわかんない。で、もしおかしなことあったら、相談してくださいね。はい、お願いします。はい、お願いします。書きすぎて、なっちゃった。だから、火曜日と木曜日ね。で、10時半ということでね。うん。これ、この子いくらなの？0.5117 最新はもらって、あ、もらってる、こういう感じね。ネイルチェックしてくださいって。これ白カメラね。うん、白カメラね。めっちゃ広がった。はい、電話持ってって。